諸君は鬼滅の刃に登場する日輪刀や鬼殺隊が実在したことをご存知かな。今なお日本各地には鬼のミイラが残っている。大分県にある巨大な鬼のミイラや岐阜県の古刹念願寺に伝わる鬼の首など、オカルトマニアに有名なものも多い。果たしてこれらが本物の鬼なのかは不明だ。だが鬼を切ったとされる伝説の刀は確実に存在する。特に有名なのが童子切安綱だ。鬼を切ったなんて本当かよと疑問を抱く人もいるだろう。しかしこの伝説は国家公認の伝説だと言って過言ではない。なぜならこの名刀は日本で初めて国宝に指定された刀でもあるからね。そしてそんな童子切安綱が打ち倒した鬼は歴史上最強の鬼と呼ばれている存在だ。日本人なら誰しも聞いたことがあろう。その鬼の名は酒呑童子。ミッドナイトムーンプレゼンテッドバイアルゴメタリー。まあでもはぜ月照らす声も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だっつ、言うの膝の軟骨ベコベコのご老人に最高のグルコサミンを。闇人形もやめるですわよ、言うの。次言うの恥ずかしくなるからパロディやめてくれるかい。さて今宵紹介するのは最強の鬼を倒したとされる伝説の刀童子切安綱と実在した鬼殺隊について、リアル鬼滅の刃と呼ぶにふさわしい最強の刀の伝説を深掘っていくと日本史の闇が浮かび上がってくるんだっつ、言うの。実在した日輪刀。漫画鬼滅の刃は子供から大人まで大人気だ。そんな鬼滅の刃には日輪刀という鬼を切るための刀が登場するのだが、そのモデルともいえる実際に鬼を切ったとされる日本刀が現存しているんだ。童子切安綱もその中の一本だ。今でも東京国立博物館が保管し数年に一度公開されているから実物を見たというミッドナイトもいるだろう。そしてこの童子切安綱という刀は天下五剣に名を連ねている。天下五剣というのは数ある日本刀の中でも最強傑作と呼ぶにふさわしい五本のことだ。中でも童子切安綱は天下五剣の筆頭という特別な地位を確立している。つまり歴史上最も価値のある日本刀といって異論はないだろう。天下五剣かっちょいいですわ。中二病心をくすぐられるよね。では童子切安綱が名刀とされるゆえんを話していこう。遡ること1000年以上前の平安時代、現在の鳥取県西部にあたる伯耆の国にて童子切安綱は誕生した。古来より中国山地は良質な砂鉄に恵まれ鉄の生産や加工が盛んな地域だった。古文書にも伯耆の国の鉄が朝廷へ献上されていたことが記されている。そんな伯耆の国では平安時代末期頃から美しい日本刀が作られるようになったと言われているんだ。そしてこの時代を代表する刀工、つまり日本刀を作る職人が伯耆安綱だ。さて安綱が作る日本刀は強い反りや小乱れの刃文といった手法を多用しているのが特徴だ。1000年以上を経た現代でも20本が残っており、その中で最高傑作とされる刀が童子切安綱なんだ。童子切安綱が傑作とされるのにはただ見た目が美しいだけではない。その切れ味にもまた凄まじいエピソードが残されている。こんなものでいかがでございましょうか。そうだな、もう一つ積もうか。その日行われたのは童子切安綱の切れ味を検証するための試し切り。30から40センチほどの台の上に人間の死体が積まれていた。その前に立てられたはしごを童子切安綱を手にした侍が登っていく。そしてキャー掛け声とともにはしごから飛び降りた侍が死体めがけて刀を振り下ろした。そう、積み重ねた罪人の遺体を使って刀の切れ味を確かめていたんだ。その時童子切安綱が切った遺体はなんと6体。驚くべきことに遺体の下にあった台まで切り裂いたという。そんな最強の斬撃を持って日本史上最強と称されるあの鬼を打ち倒すんだ。6体も同時に真っ二つにしてしまうなんて凄まじい切れ味ですわね。これならぶっとい鬼の首も真っ二つですわ。ヤミリ君にも童子切安綱の凄さが伝わったようだね。ではここからは伝説の侍と残虐非道な鬼たちとの死闘を見ていくぞ。リアル鬼殺隊。今からおよそ1000年前、一条天皇の時代、京の都で若者や姫君が相次いで神隠しにあっていた。そこで一条天皇は原因を突き止めるため、とある陰陽師に占ってもらうことにした。これはいかなる者の仕業かの。軌道霊光沈みに衝徹し厳中こぐ安鎮を縁ことを慎んで御用霊神に願い立てまつる。一条天皇が相談したのはかの天才陰陽師安倍晴明だ。これは酒呑童子の仕業にござりますな。安倍晴明が言う酒呑童子とは6メートルにも達する巨体に頭には5本の角が生え15個もの目があると言われる異形の鬼。
日本史上最強の鬼と称されることも多く、鬼滅の刃のラスボス鬼舞辻無惨のモデルと言われている。そんな四天王子が夜ごとに配下を従えて京の都に現れては、姫君たちをさらい生きたまま食い殺していたというんだ。そうして都で相次ぐ神隠しが四天王子の仕業だと確信した一条天皇は、とある武士に命令を下す。その武士の名は源頼光。そして頼光は四天王子討伐にあたって4人の武士を召集する。この4人は後世頼光四天王と呼ばれる者たちだ。そう、彼らこそが実在した鬼殺隊だ。ではここで四天王の顔ぶれを順番に紹介しておこう。ミリ、例のものを頼む。準備 OK だよ。ということで本日のミッドナイトキーワード、頼光四天王について、まず紹介するのは四天王の筆頭ミスター鬼退治こと渡辺の綱。主天童子の右腕である茨城童子を討ち取ったエピソードが特に有名だね。二人目が坂田金時、いわゆる金太郎のモデルとされる怪力無双男だよ。三人目が臼井貞光、金太郎こと坂田金時を見出したいわゆる師匠ポジションの武人だね。そして四人目が浦部の末竹、坂の上田村麻呂の子孫と言われる人なんだ。この人に関しては他のメンバーと比べて特徴が薄いんだけど、四天童子以外にも土蜘蛛、小餅山マンバ、滝夜叉姫の討伐にも加わっているところを見るに相当な猛者だったんだろうね。ありがとうミリ。そんな歴戦の猛者たちを従えた源頼光、そして頼光が手にする日本刀が童子切安綱だ。ほえー、まさか金太郎が鬼殺隊のメンバーだったなんて初耳ですわ。意外と知られてないよね。さてこうして結成された元祖鬼殺隊こと頼光四天王が四天童子討伐に出発したんだぞ。元祖鬼殺隊。西暦990年頃、京の都から北西に 75km、丹後半島の付け根に位置する大江山でのこと。鬼の頭領四天童子はいつものように酒を飲んでいた。そこへ突然5人の山伏が訪ねてくる。山伏の正体はそう源頼光と四天王。頼光らは山伏を装い大江山に潜り込んでいたんだ。一方四天童子も京の都で鬼の討伐部隊が結成されたという噂を聞いていた。そのため初めのうちは頼光たちを疑っていたようだ。だが頼光たちは、四天童子よ、いい酒を持っているんで一緒に飲みませんかなどと言って疑いを晴らし、主演の席に招かれることに成功。ああ、山伏、踊れはいける口やんけ、もっと飲め。そこからしばらく鬼と頼光たちは仲良く酒を飲み交わしたんだ。そして程よく酔いが回った頃、四天童子が身の上話を始める。俺はやな、酒が好きで好きで四六時中飲んでまうんや。そやさか家来たちが四天童子で呼びよんねん。ここに来る前は比叡山にいたんや。そしたら最長のアホが急に延暦寺立て寄ったやろ。あのボギのせいで住んでられんだったから大江山に越してきたんやから、おい酒や、もっと酒を持ってこんかい。四天童子の苦労話にうなずいていた頼光が持参した酒を取り出す。お宅もなかなか苦労されたんですな。頼光はそう言って四天童子の杯に酒を注いでいくのだが、それはなんと毒入りの酒。ほう、気の利く山伏やないけ、うまい酒や、もう一杯。そうして毒が入っていると知らず、ひたすら酒を飲み干す四天童子は意識を失ってしまったんだ。成功、鬼殺隊成功。でも6メートルはある巨大な鬼だったそうだから、真っ向から戦っても勝ち目は薄いしね。巧妙な作戦だったと見ることはできないかな。やっぱせこいですわ。納得してないようだけど、続きを見ていこう。うまいこと言ったな。鬼は飲んだくれしかおらんのげ。いびきかいて寝とるうちに殺してもうたろ。頼光一行が持ち込んだ毒入りの酒を飲んで、四天童子側の手下はことごとく酩酊。そうして頼光四天王はいびきをかいて眠りこける鬼の首を次々と切り落としていった。あとはこいつだけやな。源頼光は名刀童子切り安綱を取り出すと、四天童子の首めがけて一閃、ズワッ。見事四天童子を退治したと喜んだのもつかの間のこと。なんと首だけになった四天童子は怒り狂って頼光に飛びかかった。頼光殿、大丈夫だ、己鬼め。四天童子の牙が兜に食い込むも、頼光は無事だった。助けに入った四天王が必死に刀を振るい、死闘の末ついに四天童子を打ち倒したんだ。最後に四天童子はこう叫んだと言われている。鬼は人を騙さないのに、お前は俺を騙したな。
こうして頼光一行は酒呑童子の首を持ち帰り京に凱旋。首は一条天皇らが見聞した後に宇治の平等院の宝蔵に収められたという。なんだか頼光四天王のせこい印象だけが残りましたわ。作戦勝ちとも言えなくないけど、せこいといえばせこいよね。でも一ついいかしら、鬼を殺したと言われる刀が実在するのは信じますわ。だけど肝心の四天王寺がファンタジーすぎませんこと。目が15個で6メートルの巨人とか、さすがにフィクションですわよ。確かにね。ではそんな疑問に答えるために鬼の正体に関して有力な説を紹介しよう。その名もズバリ鬼は人間だった説だぞ。鬼の正体。現代人にとっての鬼は架空の化け物だと理解されているが、昔の人々にとって鬼とは現実の存在だった。では鬼とは何者だったのだろうか。今から1300年以上前、大和民族が現在の京都、大阪、奈良辺りを治めていた時代、地方には朝廷に従わない先住民族が大勢いた。例えば当時未開の地とされた東北の恵比寿や九州の熊曽や隼人などと戦った記録が日本書紀に記されている。大和朝廷はこうした異民族を鬼と呼んだわけだ。なるほど。それじゃあ酒呑童子も？いや、酒呑童子の場合は少し違う。違うんかい。その正体は当時の国家のあり方にヒントがあるんだ。平安時代の国家のあり方は現在とはかなり違った。もちろん民主主義などあるはずがない。当時は京都に住む貴族たちが贅沢に暮らすための制度ばかりで、民衆は税を納めたところで生活に還元されることはなかった。商売がうまくいかないものや自然災害などで田畑が荒廃し、生活がままならなくなった農民も少なくない。そこで彼らはこう考えた。都に行けば仕事も食べるものもあるはず。そうして全国から京都に民衆が集まったんだ。しかしほぼ無一文でやってきた彼らにできるのは物乞いや窃盗などが関の山。中には徒党を組んで拠点を作り、盗賊や山賊へと身を落とす者も現れる。そうした者たちが京都で盗みや殺人などを犯していたんだ。一方元から京都にいた貴族たちからすれば、貧しい人々の野蛮な行為を同じ人間のすることだとは思えなかった。そのため貴族たちは盗賊や山賊を恐れ鬼と呼ぶようになった。そう、酒呑童子もまたこうした集団の指導者だったと考えられているんだ。酒呑童子が6メートルの巨体に15個も目があったという話はさすがに創作だと私も思う。だが酒呑童子は実在した山賊の狩猟だったという説、そして酒呑童子が童子切りや砂を手にした源の頼光らによって討ち取られたという話は本当の話だと私は思っている。よければミッドナイトの諸君の考察も聞かせてくれたまえ。諸君、無理せずでいいんだぞ。してよ、してよ。おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。